あ、そうだよね、みんなね届いたんだよね、結構ね届いたよってさ載せてくださって、見たよ、ありがとうね、ゲットしてくれてありがとう。あつし、あ、あつしにありがとう、今日言ってたよね、ありがとうね、くまちゃんありがとう。え、ももはち、え、これ何これ、ハートありがとう。うん、あ、まだ届いてない、そっかそっか、届いてない方もいるか、仕事帰り新宿大学行った、え、そうだよね、え、結構さみんなフラゲービでさタワレコさんに行ったよってポストとかさ DM とかで送ってくれてね、今日実はね高猫ちゃんもみんなで行ったんですよ、店舗巡り、店舗回りか、でどこだっけ、川崎店さんとタワーレコード川崎店さんと、タワーレコード錦糸町店さんと、あとタワーレコード新宿店さんとタワーレコード渋谷店さん、4つ回ってきました。でも渋谷店さんの時はひめりとももことえりさんがラジオに行かなきゃいけなかったので7人で行ったんですけど、そう、全員でお店巡りできました。ぜひね、なんだっけ、サインとかねメッセージとかも書いてあるので、よかったら見つけたらお写真撮って載せてくださったら嬉しいです。見つけてね、新宿店行った、あ、ほんと？ありがとうね、ちーにょーん、久しぶりにももなちゃんの配信来たけど、やっぱ、あ、本当にありがとうね、しゅうやくん、待って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 、え、怖い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 、ね、今可愛くてごめんのループだったのにさ、いきなりちょっとあれになっちゃった、ごめんなさい、ちょっと初恋の人にしとこ、なんだっけ、しゅうやくんいつもねポスター見てるよ。ありがとうね、お仕事だっけ、なんかね大変そうだけど頑張ってね、たくさん届いて、え、見たよ母上様の。でもさ、それに対してさフルボちいかわのスタンプで返してんの面白かった。明日よろしくね、あ、来るのよろしくね、明日は2月21日ついにメジャーデビューついにメジャーデビュー日となります、迎えます、新宿の歌舞伎町タワー前で野外ステージでやらせていただくんですけど、でもさ雨みたいだからさ、ね、来る方なんだろうね、カッパとかあと暖かくしてね、今日めっちゃさ暑かったよね。はじめねスタジャン着てたんだけど暑くて置いてった。外出た瞬間にえ暑いじゃんと思って脱いでってパーカー1枚で行ったよ。あ、ゆまちゃんいつもバイト見えてなかったから今日は見れて、ありがとうね、この前もねオンライントーク話せて嬉しかったよ、ありがとう。あ、藤江じゃん、今日もめちゃくちゃ可愛いね、ありがとう藤江、やっほー、オンラインサイン会の時のコメント笑った。めっちゃ面白かった。あ、ももなちゃん配信見えて嬉しい、え、ありがとう斉藤ゆうき、お誕生日だったの、おめでとうだよ、素敵な1年にしてね、ハッピーバースデー。あ、ゾーンじゃん、セゾン、え、セゾンってさどういう意味だっけ、え、私もね欅坂さんの2人セゾンね、めっちゃ好き。プレイリスト入れてる。あ、季節か、え、待って、モーナの顔どういうこと。セゾン、ゾーン、あ、たくあん。名前変わってるんだけど、たくみじゃん、やっほー。ありがとう。たかだかメジャーデビューめて、ありがとう。明日だよ。明日、いよいよメジャーデビューを迎えます。
から仕事行ってくる。あ、そうなの、マッチ頑張ってね、ファイティン。あ、待って、やばい、あ、びっくりした、びっくりした、ちょっと待ってね、焦った待って、 iPad で自分のやつ開きたい。OKOKOK。 明日晴れにして、え、そうなの。でもあの高猫は晴れ女が多いから多分大丈夫多分明日は晴れる。私たちがそのライブする頃には晴れてるはず、お願い恋を知った世界の MV、 え、そうだよ、恋を知った世界の MV もついに明日公開される楽しみだね。あ、しゅんくんじゃやっほー、明日、来てほしかったよ、ゾーン、こんばんは。あれ、ヨゼリン、ヨゼリンだ、やっほー。さっき今もかな、スペース開いてたよね。最近、ここ最近毎日開いてないあと、あのメンションもありがとね。全部外れちゃったから後ろで、あ、彼氏面してるね、それ見たよ、ポストしてんの。ハッサクちゃん、やっと近くで会えるありがとね。明日は寒く、え、そうなの、明日は寒いみたいだから、みんな暖かくしてきてね。明日行けないけど、あ、本当、じゃあ通所取れるってこと、ふるさと楽しみ。まずの洋服、あ、本当に、あれかな、ピンクのニットのやつ、今日載せたインスタのやつかな。明日は雨でめちゃめちゃ寝れながら、でめめちゃ明日ね、え、ほんと晴れてほしいよね。明日が楽しみすぎて寝れなさい、え、わかる、ゆなな会えるね、 DM ありがとう、送ってくれて。あ、かわくな、よっ、よっしゃー、ありがとう、いよいよだね。ルセオ、キューピットクマちゃん、ありがとう、キミトン、タコさん、ありがとう、アフフジョエ、クマちゃん、ありがとう、イサハチワレ、ハート、あ、これ編み物ってこと、かわいいね。じゃあさ、これあれ、糸、毛糸ってこと、ありがとう、イサハチワレいっぱい。え、なにこれ、なんて書いてあんの、あ、あた、あな、あなたの、あなたの配信かな、あなたの配信、ありがとうあ、てつや、え、てつや、結婚してか、結婚はアイドルだから、バチョありがとう、てつや。あ、きっちゃん、きっちゃん、くまちゃん、ありがとう。ゆうきまるね、たま、たま、ありがとう。書くね、待って、ちょっとさ、一回決めた後、よいしょ、よいしょちょっと待ってね、書くね、ありがとうね、ゆうきまる、ありがとう、ゆうきまる。ね、待ってね、ポチャマルメジャーデビューおめでとう、やった、え、そうなの、やっと、あっという間だねでもさ、今日あの店舗回りして、あの高猫ちゃんの一人一人のさ、パネルが置いてあったりとか、高猫ちゃんの CD ブースが作られてあって、めっちゃ嬉しかったぜひね、気になった方というか、まだゲットしてない方、ゲットしてくださったら嬉しいです。サインとかね、メッセージ書いてあるので。名前変わった、え、たくあんに見える、あれたくあん、でも私たくあん好き、黄色のだよね。ももな、明日全敗です、え、本当にありがとう、つかやん、あとね、あのプレゼントも届いたよ、ありがとう、めっちゃ嬉しかった。しかもさ、実物さ、大きいんだねびっくりした。
明日のライブ、え、屋根あんのかな、わかんない、なんかなさそうじゃない、ほっぺたかわいいな、ほんとルセオ、メジャーデビューやめて、ルセオ、Thank you、 ありがとう。あ、ウータン、コウータン、コウータン、モナちゃんと話せてないですか、え、私もだよ、ありがとうね、めっちゃ可愛かった、ユマちゃん、明日が楽しみ、私も楽しみ、黒め、え、黒ね、今日は自然野菜だからちょっと可愛い格好しておこうと思って明日もテストだから、そろそろ、あ、そうなの、ちゆちゃんテスト頑張ってね、応援してるよ、はやと仕事を来れて嬉しい、仕事の疲れ、あ、本当に癒されてってねお疲れ様、今日のついてもちゃん、ありがとう、うどんちゃん、ありがとうね、ちょっと低めに結んだよ、明日晴れてほしいよね、みんなで、みんなで願ってこモフルン、モーナちゃんに会いたい、使いに行くか、ま、待ってるね、かわいい、モフルンってかわいいね、名前、明日行く方楽しもうね、めちゃでやめと、あ、ありがとう、かずきじゃん、ありがとうね、めでたいね、あ、園長先生園長先生、とグーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう、右手はグーで、左手はグーで、ともちんのメガネこれやろうと思って、本当はリアルで、あの、あったらやろうと思ったんだけど、ここでやっちゃった見てたかな、野球の合宿しんどい、あ、合宿中なの、頑張ってヒカル合宿中か、じゃあその間に見てくれてるってこと、ありがとうね、頑張ってね、明日は全仕事、あ、そうなのね、だってね、平日だもんね、平日だもんね、お仕事頑張ってね、学校もだよ、北海道、あ、そうなの、北海道ね、寒そうだね、こっちの方はね、暖かかったよ、え、すいません、あ、鎌倉来れないのピエン天気に、え、みんなでじゃあアチュかけとこ寝る前にみんなでアチュかけて明日を晴れさせよ、明日朝会いに行くね、みゆちゃん待ってるよ、ありがとう、明日初めましてしようと思って、あ、本当に待ってるねそう、グループ握手会もあるのでね、え、だってさ、グループ握手会外かな、外だったらさ、みんな濡れちゃうよね、こんばんは、メジャーデビュー楽しみ、楽しみだよね、ありがとうね、みんな早く、もうなに、え、私もだよ、ちんにょいつも頑張ってたくさん見つけものがしたい、え、私もいよいよメジャーデビューだよ、緊張するね、でもさ、10人でさ、ね、迎えられるのすごく嬉しい、あとね、大好きなみんなと一緒に、あ、杉田も主な明日にデビュー参加します、ありがとう、しかもさ、あれサインも届いてたよね、見たよあ、大志くんじゃん、え、来る、なんか行きませんかってさ、ポストしてたけどさ、誰かと来るかな、ネズミ夜行まで来るんだよね、気をつけて来てねありがとう、なほちゃん明日初めましてできるの超楽しみだよ、ありがとう、モーラちゃんこんばん、今日フラゲームとミニ色紙届いてる、あー、そうだよね、みんなね、結構色紙のサインの届いてたよね、あとさ、なんだっけ、トレカ、あのメンバープロデュースのトレカ、何出た、みんなモーナのこと当てたそう、いろんなところでね、そうなの、店舗巡り楽しかったよ、ぜひみんなもね、行ってみたら、お写真撮ってね、里乃ちゃん、モーナちゃん、ダンス踊ったからまた見てね、え、ありがとう、あ、見たかも、かわ、かわいいって言われたいのやつかな、見たよ、ありがとう、CD
で泣きすぎて、え、食べようかな、ダメだよ、布教してみんなに配ってよ。高猫ちゃん屋根あるか、え、これ、あ、そう、アンクルージュのお洋服だよ、よくわかったね。さすがじゃん、うたん。ちょっと待って、ケイ、ケイ、ありがとう、タワー、タワーありがとうね、かくね、ありがとう、ケイ。え、ケイサインの時も応募してくれてた？なんか書いた気がする、のせいかな。ルセオ、クマちゃんありがとう。ありがとう。もうないよ、明日でないんだけど、嬉しい、ありがとうね。ぜひさ、明日行くよって方は、あの薄ピンクのペンライトと、あとはなんかグッズ持ってたら、グッズもこうフリフリしてくださったら見つけたいので、ポシグッズ持って応援しててね。俺も何これ、なんて読むの、佃煮、佃煮にしたり炊き込みご飯にしんで、ダメだよ、何やってんの。ダメだよ、配って配って、会社の会社の方とかにさ配ってよ、じゃあ。待ってね、もうなんと少しでも幸せが増えたメファンク、ありがとう、料金嬉しい、ありがとうね。明日は行けないけど、明後日は頑張って、本当？そう、明後日はねツーショット撮影会があるので、それもねみんなに来てほしいの。そう、あの事前に予約とかなくって当日になるんだけど、日曜のサイン会ありがとう、あ、さくらさくん、わかる、ありがとう、サインありがとうね。メジャーデビューおめでとう、明日が楽しみで、あ、本当？変えたの？ケイ来てくれるんだ、ありがとうね。いつも夜勤中かお風呂の時に配信する、ごめんね。ごめんね、明日さ、あのメジャーデビューの日だったから、明日やろうと思ったんだけど、それ時間なさそうだったから、今日やることにしたの、ごめんね。明日のグルアクで真っ先にメジャーデビューおめでとう、もう何、言って。みんなでね、みんなでお祝いだ、ちょっと待ってね、書くね、サイン、サインじゃない、ゆうきまる、タワー、ありがとう、ありがとう、ゆうきまる、ありがとうね、ゆうきまる、ありがとう、危ないよ、ありがとうね、また会えますように、ありがとう。続いてはKに書くね、タワー、ありがとう、ありがとう、明日来てくれるということで、いっぱい薄ピンクのペンライトフリフリしてね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、 OK、 ありがとうね。もうない雨女、どうなんだろう、雨女かな、どっちかわかんないんだけど私。雨女かな、今日ちょっと津波だったので明日もね、あ、本当に大丈夫しゅん。私が癒すよ。ありがとうね、スペシャル封入特典のももなちゃん、びっくら、びっ、ん、当たるおまじ、当たりますように、はさくちゃんのもたにももなが当たりますように。あ、ゆうやじゃん、やっほー、ありがとうね、朝めっちゃ早いけど、もう楽
魂の早起きするの？わっ、そっかそっかありがとうね、見てくれてて。今日高めついんだけど下向き？下向き？下向き？どういうこと？でもあの店舗周りした時はここら辺でもうちょっと高い位置で結んでたんだけど、でも最近さ結構さ配信とかでツインテールでやってること多いから、まあ、ちょっと高さ変えてこの位置にしてみた。え、 TikTok とかもさ見返したらさ、え、めっちゃツインテールのやつしか載せてないと思ってびっくりした、ツインテール率高くて。でも明日になったら MV 公開されるからね、 MV の時に撮ったTikTok 載せられる。いっぱい撮ったんだ。メジャーデビューおめでとう、久しぶり。あ、そうなの、美咲ちゃんありがとう、待ってるね、ありがとうね。太陽もあちゅ強すぎて、そうなの、今日ねあちゅ強かったよね太陽でも明日は寒いらしいよみんな、ね、一緒に楽しもうね、来らない方もね応援電波よろしくね。あまりやっほー、フラゲめっちゃ、そうなの、なんか届いたよっていうのさみんなが載せててさ嬉しいよ。恋を知った世界の MV、 あ、げんくんじゃん、ありがとう、楽しみにしててね星座待機よろしくね。どれかの本届いてないよ、え、本当に、どれかの自分の可愛いお写真選んだから当たってほしいな。個別握手した、しゅうくん来る来てくれる。明日の東京の降水確率は 80% なん、あ、そうなの、 80% なんだ。午後は確、いやでも分かんないよ、分かんない分かんないもしかしたら高猫ちゃんでも結構晴れ女が多いんだよね、高猫だから明日もしかしたら天気変わってるかもしれない。何がディフのお披露目最大一人でも行けます、え、本当に大志くんありがとうね待ってるよグループ握手会の方も来てね友達で行くよ、何コンパタ私たちもポ友達MV いっぱい見てるよ、近いうちに始めましたできる、頑張、ありがとう愛ちゃん嬉しい、ありがとう、待ってるね。昨日ニュージェネ見てました、あ、そうなの、今日じゃない、昨日かニュージェネの公開収録だったんですけど、来てくださった方ありがとうございました。緊張したよNHK ホールでやらせていただいたんですけど緊張しました、イヤモニもつけてねやったんですけど、そう、たくさんの、ね、方が見ててくださって、ぜひ放送お楽しみに抱えきれない大量の通常版指示を使う、何がいいかな、配ってよみんな、布教布教布教して、うん、明日行くよ早く、おのりん楽しみ、ありがとうおのりん、ソファーさんから連絡来てたから明日仕入れ、本当にみんなあれだね、届いていくね、これから嬉しい、みんなの元へ高猫の CD が渡っていくありがとう CD ね、いっぱいゲットしてくれてありがとうね。
最近高猫のことしたけど、もう、え、本当に朝ちゃん嬉しい、ありがとう、ぜひ。あ、しかもモモのあれじゃん、画像じゃん、嬉しい、朝ちゃんありがとう。ケロコちゃん、あの小札さ撮りたかったって言ってくれてたよね。だからここでやるね。なんかケロコちゃんもあの画面越しで一緒にやってね。はい、ケロコちゃんとハート。どうかな。一緒にハート作ったかな。ね、じゃあさ、チェックやすめ、あ、ほんとに、あ、じゃあさ、あれかな、ライブにグルアクとグルショーあるんだけど、来てくれるかな、明日休む、あ、そうなの、葵ちゃん。魂飛ばして。ありがとうね。明日と明後日は2日帰るの、私も嬉しい。そう、イベント続きだからね、明日。24? あれ25はなんだっけ、あ、子役だから、21、22、23、24、25ってイベント続きだよ。こんばんは、今日も、あ、ね、レミちゃんの松本見えたよ。こうやって最後こうやって指さしたのさ、お互いし合ったよね、見といてたかな。ゴミちゃん、松本じゃん、ありがとう、ゴミちゃんありがとうね、おかくね、ありがとう。ミミツコちゃん、クマちゃんありがとう。モモハチラブレター、ありがとう。ごめんね、今日も読むの遅くて、明日明後日めちゃくちゃ行きたけど、あ、お仕事だの、小沢頑張ってね。ミニスケッションさん届きました、ありがとう。まさよ、ぜひ飾ってね、ありがとうね。明日グループ握手会行く、グループ握手会始めますだから、え、そうだよね、グループだとね、5人だからね、いっぱいいろんなメンバーとお話もできるよ。 TikTok で辛くてやめたハートスケッション、え、ありがとう、踊ってくれたの、かなちゃんありがとうね。坂本くんありがとう。この配信は高めじゃなくて普通の、そうだよ、普通のなんだろうね、でもここだと下目だけど、ここ中間。耳上でツインかな、ツインで似合う、本当に可愛すぎる、え、嬉しい、かまぼこ、かまぼこありがとう。そう、今日はね、黒リボンにしてみて、ピンクのリボンさ探したんだけど見つかんなくて黒にした。恋をした世界の部分、え、そうだよ、みんないよいよだね、楽しみだよね。あと音源とかもね解禁されると思うから。ストレートにしてた、え、結構ねストレート好きな人多い気がする。私の明日のために、え、そう、ありがとうね、なほちゃん楽しみにしてるね。寒くてもだよって、なんかえ、でもね、あの私もそのみんなといっぱいお話ししてたら、なんかはしゃぎすぎて熱くなっちゃうんだよね。だからいつもね腕まくりしちゃう。でも明日は外だから、もしかしたら寒いって言いながらやってるかも。待って、なんだっけ、松本城だ。はい、ゴミちゃんありがとう、松本城ありがとうね、ゴミちゃん、またお話ししたいよ、ありがとうね、ありがとう、嬉しい、松本城ありがとう、ありがとうございます。モーナー目の前にすると緊張してくれるから、え、なんでなんで、でもさ、なんかこうやってさ弾いてたよね、ちょっと遠くなかった、匠。褒めつ握手会やったらめっちゃ
え、でも個別握手会高根子でやるの2回目なんだけど、ちょっと緊張しちゃうかも私も緊張する。雨もメジャーデビューは、え、どうかな。え、ね、まだのプレゼント届いたよ、ありがとうね、大切にするね。可愛かった、めっちゃ。デビュー日があるの確実だけど、た確かに明日学校で行けなきゃ。応援電波いっぱい送る、ありがとう、待ってるね。応援電波ポロス番組さんいっぱい応援電波待ってます。でも大丈夫、晴れ女いっぱいいるから大丈夫私も多分雨女か晴れ女、どちらかといったら晴れ女だから大丈夫。みんなもだってね、何、晴れ女と晴れ男でしょうん、CD は全部買ったらサインをもらえた。あ、じゃ、ジャビス、ありがとう。全部ありがとうね、ゲットしてくれて。ケロコさん、え、ケロコちゃんはひよこクラブだから癒しを注がないといけないからね。え、小説ね、来て来て。5日間、そう、連続でリリーベなの。楽しみ。あ、マイメロ、マイメロなんだけど。え、最高だよね。あとね、久しぶりに、ライブ？ライブできるからさ、楽しみ。指さしてくれたの気づいて、見ててよかった。え、見えたよ。ありがとうね。松本って、ちゃんと見えたよ。ありがとう。明日生ツインテール接種で、え、そうだよ、明日も多分高めツインかなツインテールだから、みんな高めツイン焼き付けに来てね。高校生です、一目惚れしました、今回行けないけど次回の、え、ハン、ありがとう、嬉しい、一目惚れ、一目惚れ嬉しい、ありがとう。いつか初めましてしようね。なおたん遅れちゃった、ごめんな、帰ってきたら CD がたくさん来てた。なおたんお疲れ様、お仕事ありがとう、ゲットしてくれて。あとちいかわのもあれだよね、ゲットしてくれてたよね、してくれてたって私のじゃないわゲットしてたよね。オーナーの黒ネクシアしてたねってやだ知らなくていいしおちゃん学校に見えば行けなきゃ、母は、あ、そうなの、しおちゃんママ来てくれるの、あ、引き取りに来るのか、ありがとうね、いっぱい聞いてね。お洋服にもリボンだし、本当にそう、リボンの、リボンがね、とにかく大好きなの。だから今日はね、もう3つ出てる、ここに、ここと、あとここ2つ、3つ、盛りだくさん。初恋の人の、え、でもね、初恋の人はね、下かな、ここ、ここら辺だよ、下めついんだよ。名刺渡し会のストレートすぎて惚れた、え、本当？じゃあまたするねまたストレートするから来てね、げんくん。テレビでツインテールもなっちゃ見て、え、ありがとう、嬉しい、テレビからしてくれたんだね、ありがとう、かまぼこちゃん。明日会いに行くのに、よし、え、よし起き、え、なんかあれじゃん、もう夢の国行くみたいな前まで、私今はそんな早く起きていかないけど、前は4時に起きて準備して始発とかで行ってた魂だね、うどんちゃん、ありがとうね。うん、動画明日投稿できるよう頑張る、ありがとう、あきまさん、ありがとう。応援電波 5G に、え、なんで 5G、 え、ってことじゃ携帯に届くどういうこと、どこめっちゃ電波いいとこだったらあれかな、
ゾーンが飛ばしてくれてるからかなって思えばいい。いつか絶対モナちゃんいない気もする。え、待ってるよみんな、嬉しい。結構さ来てくださる方多くて嬉しいよ。でポシグッズ持ってほしい。何でもいいかな、ポシグッズ持ってたら見つけやすいので持っててほしいな。なおたんハート、ハートの編み物ありがとう、ありがとうね。てつやん、てつやんタワーありがとう、タワーありがとうね、かくね、嬉しいよ、ありがとう。てつやんタワーよいしょ、ありがとう。せつやんありがとう、じゃーん。ありがとね、いつもありがとう、送ってくれてありがとう。せつやんありがとう。佐々木ラブレタありがとう。きみたん虹ありがとう。どこまでやるのかな。サイン届くのとても楽しみです、嬉しい、ありがとうね。早いねサインさ、だってもう今日届いてる人早いね来るの。だって一昨日だよね、一昨日ってその前3日前に書いたのにさ、もうねゲットしてくれて早い。 CD 届いたカードももだち、すごい、モモナ当たったの嬉しい。通称とか行くね、めっちゃ楽しみして、メジャーデビューありがとう。コバヤン大阪から来てくれるのありがとうね。あたかとあれ明日会えるんだっけ、楽しみだよ。こさつたの喧嘩しようね、喧嘩ポーズするってことそれは。いっぱいさ何のポーズするか考えておかないとね。おえればたばしもくれます。ゆまちゃんありがとう。はるちゃんマーズのコートお揃いで嬉しい。あれかな、前着てたやつかな、ありがとうね、お揃いなの嬉しい。お誕生日もんなんで、ね、あの2日間来るんでしょ、なぽちゃん嬉しい、お祝いするね。直接さおめでとうできるの嬉しい。高めついのもんなしか片は世界に間違いない、硬いよね、高めツインが一番好き。ちょっと小札の日バイトロングで入っちゃうと間に合うか分からない。無理せずね、ありがとうね、七重ちゃんと一緒に撮りたいよ。トン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 、私も好き。もうツインテールって言葉が好き。モーナね、いろんなおリボンが、そうおリボンが大好きだから。帰ったらサイン届いてるかなって今楽しみ。かわいい。届いてるといいね。シユイ、モーナお疲れ様でした。CD、ケイさん届いてたよ。ありがとう。ゲットしてくれてありがとうね。インスタに載せてた服可愛かった。あ、本当？インスタ今日のかな、ピンクの洋服オフショルのやつ可愛いよね、あれ。トゥンテトトゥン、モーナちゃんに会いに行けるようになる時までには絶対髪伸ばしてツインテールしていきたい。本当に一緒にツインテールしようよ、おそろしよ。待ってるね、ありがとうみんな。うん、明日ついに、そうなの、メジャーデビューなの、あっという間、なんかまださそんな
メジャーデビューっていう実感が湧いてなかったんだけど、でも今日あの店舗回りして自分たちの CD とかがいっぱいね置いてあってメジャーデビューするんだなってちょっと実感湧いてきた。嬉しい。パネルさ、ソロのさ、なんかパネルがさ置いてあんの嬉しい。あさっての通称、あ、一部のやつかな。ね、そうなの。明日はメジャーデビュー日で、あのライブとグループ握手会があるんですけど、あさってはあの個別撮影会なのでみんなとさツーショット撮りたいから、ぜひ。急なお知らせだったからね、あの予定合わせるの大変だと思うんだけど無理せず来れる方ぜひ待ってます。待ってます。あ、サイン、あ、そっか、1月のやつか。そうだわ、よく考えたらそうだ、あれだ、あのそうだわ、あれだよね、面からになってるやつか。あの縁がさ面からにピンクになってるやつだ。あ、そっか、勘違いしてました。小札で喧嘩して小札で泣くの。え、じゃあさ、え、2回撮るってこと。2回撮りに来てくれるってことかな、フルボ。モーナのポ変換とても好き、本当に。本当に。分かる。じゃあポヤスミって使ってね。今月誕生日、すじこおめでとう。素敵な一年にしてね、おめでとう。あさっての通信も気になってます。初めましてだから緊張、え、初めましてね、緊張するよね。でも楽しみだよ、嬉しい。結構初めましてするよっていう方さ、来てくださってね、嬉しいです。ついてるのももが大好き、ありがとう兄貴、ありがとう。え、髪色ね、ちょっとあれかも。前までさずっと黒を入れてたんだけど、あの色落ちてきて茶髪に見えるよね。なんか取材してくださった時の写真、昨日とかさ結構上がってたじゃん、今日もさ上がっててさ、その写真見たら結構自分さ髪の毛茶色くなってて。そう、すーちゃんがね隣にいたから、そう、すーちゃん黒髪だからね、より自分が茶髪に見えた。でもちょっと黒にまたブルーブラックに染めようか悩んでる。どんどん大きくなっていく高野くんが楽しみ。え、大きくなっていきたい。これでね、メジャーデビューしてもっと活動の幅広げてね、たくさんの人にさ知ってもらえたら嬉しいな。モーナちゃんに魂飛ばしながら明日は気持ちですが、頑張ってね。私はじゃあ手まりに応援電波送るね。魂の応援を送るよ。リミストのサイン会、つかやありがとね。え、しかもさ写真載ってたじゃん、載せてたじゃん、あれダンボールいっぱいだったよね。でその隣にピンクの靴が置いてあって可愛かった。ありがとう、いっぱいゲットしてくれて。こさつ、どうなんだろうね、でもちょっと早めに行った方がいいかもしれないね。だって多分ツーショット会は初だから、そう、多分撮りたいなって思う方いっぱいいるんじゃないかな。私もずっとやりたかったし。急な
な思いつきだけど日またぐまでにメジャーデビューの記念、本当に何何作るの、画像ってこと画像作るの、じゃああれもうあれじゃない、あと50分で作るってこと、フルポ茶髪ももの好きね、ありがとう。前にさストーリーで茶髪か黒髪どっちがなんかどっち派ですかみたいな、どっちが好きですかってやつさ載せたらさ、あれだった黒髪が多かったこれで本当にあの茶髪がめっちゃ多かったら今茶髪になってたかもしれない、今ちょっと茶髪茶だけど焦げ茶ぐらいかな。ハヤト寝るの、おやすみなさいおやすみだよ。モーラちゃんと子供ちゃんさすぎるか予定、本当にありがとう、ゆまちゃん、みんなねありがとうね、本当に予定調節とかね、みんなもいっぱいね予定あるのにねあげようって来てツーショットさあの行けるようにしてくれてありがとう。メジャーデビューまで1時間、そうだねもうちょっとあと50分だよで武道館行きたいよね、頑張る、今年は勝負の年だからね頑張るよ。私髪色にモモラちゃんのピンク、そうなの、染めたの、絶対可愛いじゃん、見れるの楽しみモモラの自然の時の写真全部可愛かった、ありがとうおみくちゃん、ありがとうね。お札売り切れるの怖いから4時間休みを取って、ごめんね本当にありがとうなおたん。お札ねどれぐらいあるのかもさ全然わかんなくてさ、茶髪もこんなに似合う、茶髪ね、でもこれぐらいも好きだけど、でもやるならもうちょっとね明るくしたいんだよねでもあのブリーチしないとさこれより明るくなんないからさ、で夏になったらまたちょっと明るくしたいかも。メジャーデビュー前にアンチファンの MV も、そうなのね、ありがとう嬉しい。アンチファンはね高猫のデビュー曲でもあるからね、大切な曲だから嬉しいです。どんどんさ100万回再生になっていくよね、すごくない、100万回再生ってすごくないそれで他の YouTube もさ見てたらさ初恋の人が184万回再生で、これも待って女の子が強い、183万だって近くない、一緒じゃん、ほぼ一緒じゃん再生回数、これどっちもさそのうち200万回再生いくかな、嬉しい嬉しいな今日インスタでももなのお仕上げ、嬉しいありがとう、ぜひ DM とかいっぱい送ってね、メンションとかも待ってるよ未だに茶髪ももなんと対面、そうなの、茶髪ももなんさ本当にやってもなんか2週間とか1ヶ月ぐらいだからさそうだよね、期間限定すぎて一回あのずっとさ黒だったから急に茶髪にするとやっぱなんかね黒髪に戻したいってねなっちゃうんだよね。あとは大事な撮影の時とかはその黒髪がいいからそれね黒に染めてたりとかするんだけど、俺もさっき久々に髪染めてきたけどビューチェしてなんか全然、そうなの、見れる見れる、何染めたの、どこ、ここ襟足のとこ染めた、
メジャーデビューもうなって、お祝い、お祝いしよう。お祝いしようよ。100万回すごいよね。90万回の、あ、すごいじゃん。ありがとう。歌んで90万回再生になったってこと？365日 DM 送ります。え、待ってるよ。え、私ね結構ね DM 見るの。あ、待って、曲、あ、消えちゃった。 DM ね、見るの早い気がする。暇さえあれば DM 見て、こうやってスクロールしてみんなから来てないかなってね見てるよ。だから送ってくれたら嬉しいな。鼻筋綺麗だから金髪にしても髪に負けなさそう。羨ましい。え、そうかな。鼻筋綺麗、初めて言われたかも。でもなんか前にね、前にって言ったのつい最近か、最近自分の部屋のドアに思いっきりねボンって鼻もう取れたんじゃないかと思うぐらい思いっきりぶつけて思い切りぶつけて、どっちだっけ、なんか左の鼻をボンってぶつけて、でそこでなんかわかんないけど、ちょっと鼻が高くなった気がする。わかんないここ思いっきりボンってなったんだよねで左のぶつけたのに、でそこで初めて鼻血出ちゃってびっくりした全部染めたけど今の色とほぼ同じ色落ちする。あ、本当に、わー楽しみだなーいや結構なんか髪切ったとか髪色とかね気づくタイプな気がする。私見てるからね、みんなのこと。もうなんて通じて、私も取りに来る取りに来てくれる。え、わかんない、なんか鼻ぶつけて日からなんかちょっとね変わった気がするんだよね明日のスペインウェイクでもうなんて、ね、私もだよ、楽しみ、ありがとう、わかちえるし、ありがとう。またあれかな、北海道から来てくれるの、ありがとうね。高くなったレモンつけようかね、ダメだよ初めてね、初めて出たの、びっくりした、怖いねダメだよみんな、バチュ痛いから、バチュ。杉丸くまちゃんありがとう。ライト、ハート、ハートの編み物ありがとう。ミッドナイトパーティー、くまちゃんありがとう。あ、まる、まる結婚してか、結婚はバチュありがとう、まる大丈夫だよもう全然ね大丈夫だよ。DM とか緊張して、なんでなんで、全然なんでもいいよ今日何々食べたよとか何したよみたいな、全然なんでもいい。痛いな痛い、そんだけ、ありがとうもう治った治った。改めてもうだメジャーデビュー、ありがとう、もうみんなのおかげだよ、こうやってメジャーデビュー迎えられるのは本当にありがとうね。これからもよろしくねちょっと明日ね、いよいよメジャーデビューなので、そろそろねちょっと終わりにしようかなって思います。ごめんね、そろそろ終わりにします。あつし、くまちゃんありがとう。
る。もうなんて一枚と、取りに来てよ。え、猫ミームね。私猫ミームあんま分かんないんだよね。結構さメンバーさ真似してるけどさ、なんだっけ、あ、ハッピーハッピーハッピーしか分かんない。なんだっけ、ハッピー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 だっけ、なんだっけ、どんな曲だったっけ、曲じゃない、なんだっけ、忘れちゃった、どんなリズムか忘れちゃった。ハッピーハッピーハッピー、あれあれがね可愛いよね。ちょっと終わりにするよ、ごめんね。明日のね準備もしたいので、みんなも早く寝るんだよ。あと40分見せて、あ、ありがとう、アポアポありがとうね、よかった、アポアポポタクでよかった。起きたらポタクでよかったよ。ハッピーハッピー、あ、ハッピー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 だ、だからさあれなんだ、なんかあれなんか違うなって、ハッピーハッピーハッピーだっけ、あれわかんない。にわかすぎてわかんない。え、モモナミーム、モモナミーム、ちょっと見とくね、勉強する、もうちょっと。ありがとうねみんな、明日はね、いよいよメジャーデビューだからね、来る方は一緒に楽しもうね、大事な日を一緒にお祝いしてくれるの嬉しいよ、ありがとうね。来れない方はあの応援電波送ってくださると嬉しいです。プラス番組さんありがとう。うん、もも八、ケイト、ケイトのハートありがとう。初めて配信来たけど幸せ、ってマリちゃんありがとう、メッセージもありがとうね。明日頑張って、晴れ女だし。晴れ女だもんね、明日の様子とかさ、あのお写真撮ってくるから、みんなポルス番組さ楽しみにしててね。ありがとう、羽ばたいていく高田のレシコ、これからもありがとうだよね、飛躍できるように頑張るね。え、元くん来ない？リリーベどこか来ない？大切な日にももなちゃんに会いに来るの、え、私も大切な日をみんなと過ごせるの幸せ。今日はね前夜祭ということで、見てくださってありがとうございました。明日ねみんなで寝る前に晴れますようにってアチュかけておこう、天気に。天気にアチュかけて寝てね、みんな、私もアチュかけておくから、桃組さんってかければきっと晴れるから大丈夫。明日楽しみ、おめでとうございます、ありがとう。ケンさん来てくれるのかな、ありがとう。虹ありがとう、ライト虹ありがとう。え、待って、か、え、かーくん。え、かーくんだよね。ありがとう、もうあれかな、体調は大丈夫かな、ありがとうね。か、体調は良くなったのかな、ありがとう。これなんだっけ、熊パフェ、熊パフェタワーだ、よいしょ、熊パフェタワー、あ、よいしょ、あれだよね、今日さゲットしに行ってなかった。しかも私のやつさゲットしてたよね、缶バッジとか。またモモナのグッズが増えたね。ありがとう、ありがとうね、明日会えるかな。ありがとうね、ありがとう、かくありがとう。
え？早めに新宿行って雨雲払っときますよろしくお願い。その後私もこう手伝いに行くからさそう、メジャーデビュー前の最後の配信だね、前夜祭だね。ありがとうね、みんな来てくれてありがとう。明日はね一緒に楽しもうね。じゃあそろそろ終わりにするよ。ありがとう。あ、モナリあんにょん、モナリね、ごめんね、もう終わっちゃうんだけど、また来てね。ありがとうね、モナリ、嬉しい、久しぶりじゃない、来てくれるの、ありがとう。明日会いに来ます、可愛いですね。え、かくん、ありがとう会えるの楽しみだよ、ペンライトフリフリしてね雨で車なんで、大丈夫だよ、雨じゃないもん、雨じゃないもんみんなもでもほんと暖かくしてきてね、心配だよみんなのことが。明日は何時起きか、まだ決めてないお配信ありがとう、明日楽しんでね、ありがとうね。あ、ごめんね、あきとくん。また配信するからね。ありがとう。マカオでピンクのペンライトゲットしました。え、ありがとう。じゃあ、フリフリしてね、ピンク。そう、明日はね、ラジオもあるので、ぜひ、聞いてくださったら嬉しいです。生放送だよ。リリーベ終わった後にひめりと一緒に矢吹奈子さんのレコメンのラジオに出させていただきます。やばい、今日ろれつ回んないえ、ごめんね、また配信するから遊びに来てね。よいしょ。明日は新宿の歌舞伎町タワー前でメジャーデビューのねお披露目があって、あさっては個別撮影会があるので、一部と二部で夜にあるのでね、ぜひみんなと一緒にツーショット撮りたいので待ってます待ってるよ、初なの、高猫でやるのは初だから、そう、ぜひ来てくださったら嬉しいです。で、23は、なんだっけ、グループ、違う、23は、グループ握手会と、グループショットと、ミニライブがあります。で、24は、団体サイン会で、25は、個別握手会。みんな待ってます。モーナに見えるようにピンク振り、ピンク振ります。え、クニー振って見つけたい、振ってね。アイリは楽しみで頑張る、明日ファイト、ありがとう葵ちゃん、頑張るね。デビュー日もハードな一日なんだけど頑張る頑張るよ、ありがとう本当にみんな。じゃあそろそろ終わりにします。ありがとうございました。ランキングを読みたいと思います。まずは13位ナオタン、12位ルセオ、11位佐々木、10位アツシ、9位キミタン、8位ライト、7位モモハチ、6位イッサ八割れ、5位かくん、4位ゴミちゃん、3位ゆうきまる、2位K、
ケイ、そして1位はテツヤ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、来てくださった方。小枠、個別握手会の当日券ね、わかんないんだよね、どうなんだろう、もしかしてその日にならないとあるかどうかわかんないかも。もっと早くね、わかるのかな。歌舞伎町タワー前、え、ね、どんな感じなんだろうねすごいよね、あそこにさ、だってステージさ作られるんだよね。フルッパーさんやってたよね、楽しみ。ありがとうね、みんな前夜祭来てくれてありがとう。いっぱいね、メジャーデビューのおめでとうって言ってくれてありがとうねじゃあそろそろ終わりにします。イベントもね盛りだくさんなので、もし来るよっていう方がいたら一緒に楽しみましょう。待ってます、みんなにたくさん会えるの待ってます。ありがとうね、終わりにします。じゃあ最後はせーので、ね、おやすきなさいで終わりたいと思います。せーの、おやすきなさい。ありがとう、おやすきなさい。みんなも早く寝てね、早くおやすきなさいするんだよありがとう、バイバーイ。